これ買ったの1月に買ったんですけど、だいぶ経ってからやることになっちゃいました。この唾液をポストに投函して向こうに届いて、で検査してもらうみたいな感じですね。2週間後かな、2週間以内に連絡が来るってなってます。なんか怖いですけどね、なんか何々の病気になりやすいとか、何々の怪我しやすいとか、そういうの出てくるんで、ポストに入れるだけ。オッケー。本日の豆は東ティモール。はい、目に入れてくる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 。いただきます。次に言うか、一連の上を一回反応する。この警戒さというか、
検証会場向かいます。今日から、2週目です。相手は開幕戦ったジェフなんですけど、千葉は僕大学生の時に初めて J リーグチームに練習参加したのがジェフで、明治大学の1校の先輩で強化指定だった久保さんとね、一緒に練習に行ったんですけど、本当レベル高くて、その時の千葉のタレントもすごいいたし、攻守の切り替え早いトレーニングをすごいやってて、その中でトレーニングしてすごく強くプロを意識するようになりましたね。 J リーグのチームでやるってことをより意識するいい機会になりました。1週間ぐらいいたんだと思うんですけど、すごい楽しくて、ただ初日死ぬほど緊張しましたね。初めてこう練習参加して J リーグのチームに、で、まあ千葉ってすごいお金のあるクラブで、施設もすごくて、クラブハウスの中だったり、食事もそうだし、仮眠室みたいのがあって、トレーニングルームもしっかりあって、J リーグのチームってこんな感じかって思ったのを覚えてますね。千葉はすごい堅い戦いしてくると思うんで、僕の同サイドは多分船山選手か、為田選手だと思うんですけど、船山選手はこうシュートの技術すごい高い選手ですし、為田選手は、この突破がね、すごいあるんで、こうドリブルの対応とか警戒しないといけないですね。注意しないと僕自身。まあいい準備したいと思います、今日も。今日もいい準備して、しっかり戦いたいと思います。なんか雨降りそうですね。今日も試合頑張っていきたいと思います。行ってきます。終わって帰ってます。0対1で負けました。いやー、チャンスたくさんあったんですけどね、結局やっぱ最後の精度っていうか、チャンスはねあったんですけどね、僕も前半ボレーで打ったシーンとかね、やっぱ枠飛ばさないといけないし、僕自身もっとこうね、ここでね運んだりとか、もっと縦パス入れたりとかできたらよかったんですけど、あんまいいとこ出せなかったですね。前半はうまくやれてる感じはあったんですけど、やっぱ決めきれなかったのが後半に響いちゃった感じですね。前半為田選手と入れ替わったやつはもう完全イエローでしたね。イエローが出なかったですけど、映像ですごい見てて警戒してた形だったんだけどな、やっぱスライドが遅くなって遅れてポジション取ったから一個手踏んだな。そこはやっぱステイしないと入れ替わっちゃうんで、もう遅れてたら我慢しないと、そこの判断のところをねもうちょっと上げていかないといけないですね。守備の部分では、まあ、他はそんな問題なかったですけど、守備はまあ、ただまあもうこっから中2日で試合来るんで、とコンディションのところを回復させて整えて次に向かわないと、あと気持ちの部分ですね、気持ちの部分をしっかり整理して次に向かいたいと思います。また映像見てしっかり分析したいと思います。やっぱ勝ちたいっすね。やっぱ勝たないと楽しくないっすね。結局結果につなげないと、次に向かってねやっていきたいと思います。今日もたくさんの応援ありがとうございました。お疲れ様でした。